はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三ドモアブルの定理丸三をお送りします。でシンプルです。1問だけです。なのでまずここでね1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で確認してもらって厳しいと思う方は、今からね自分がこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねこの問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。問題めっちゃシンプルなんですけどね、 z の3乗イコールマイナス2ルート 2i、 これを解くだけなんです。でも長い。でいろいろ調べたり、まあ引き取り聞いたりしていると、やっぱりこれは定期テストだと途中式書かせられることのが多いそうです。まあ絶対ではないんでしょうけどね。なので途中の書き方もぜひ覚えてください。でまずこれに関しては、もちろん左辺がね z の2乗だったり4乗だったり問題出たら6乗とかもあったりしますけど、まあ2、まあ3、4がやっぱり多いのかなっていう印象です。で、Z をまず置きます。これは R コサインシータプラス、まあ I サインシータ。あの極形式の一番基本的な形ですね。文字を使って置いてしまいます。で、こう置くことによって、左辺、今 Z3 乗なので、Z3 乗は、これの3乗ですよね。で、この R の部分はいつも通りも3乗して、ここにも3乗がくっつくんですけど、この3乗は θ にくっつきますよね。ドーモアブル使えば。だから、cos3θ プラス isin3θ と、今左辺だけね、こっちを考えるとこうなりました。まあ、こう置いたことによって持ってこれると。では、右辺のマイナス2ルート 2i。これも極形式に直していきましょう。で、まず2乗します。もう実部の方はないんでね、ここだけ2乗すると8ルートつけるから2ルート2です。で、かっこ、今、i しかいないんで、まあ、ここのゾーンだよね。つまり270度は2分の 3π です。つまり、コサイン2分の 3π プラス i サイン2分の 3π とこうなります。まあ極形式に今直しただけね。で元の式をたどると、この z の3乗、こいつとマイナス2ルート 2i、 これが同じなんだよね。で今両方とも極形式の形に変えてるので、 r3 乗、こことここは同じになんなきゃいけない。だからまあ、よってのが何でもいいね。R3 乗イコール2ルート2です。で、今回 R は1000よりって別に書かなくても大丈夫なんですけど、まあ、書いておいて原点食らうことじゃないので、まあ、R1000 なんだよね、必ず。より解くと、R イコール、これルート2になります。ルート2になる。で、考え方はまあ、いろいろ解き方あると思うんですけど、例えば、これ、2と2ですよね。で、2ルート2っていうのは、これ中に入れると、2の、あ、待って。あれか。このルート2が、まあ、2の2分の1乗なんですよ。ただ2ルート2って、ここ、1乗ですよね。足すことができるんで、2の2分の3乗なのね。2ルート2っていうのは。2ルート3乗。で、今、これと逆になっちゃったけど、R3 乗が同じですよね。だから、肩の部分、両方3で割れば、消えて3で割るから、ここ1ですよね。つまり R イコール2の2分の1乗。2分の1乗ってルート2のことなんで、ルートみたいな。って解いてもいいですし、まあ、これ、2ルート2っていうのは、ルート 2× ルート 2× ルート2なんですよ。ここの部分が2になるからさ。ってことは、ルート2の3乗なんだよね。だから3乗3乗で消して、ルート2ってもちろん考えても構わないんですけど、まあ、R はルート2になります。で、こっちはいいんですよ。R はね、サクッと出るの。で、問題が θ なんだよね。で、θ も、ここの 3θ とここが同じになるから、3θ イコール、2分の 3π って置きたいんですけど、これじゃダメなの。で、なんでかっていうと、θ っていうのは別に何周してきても構わないんだよね。この、書いた時に、まあ、30度ゾーンにいるとするじゃないですか。30度でももちろんいいんですけど、一周足して390度でももちろん同じ値になっちゃうんだよね。まあ一般角で考えるってやつです。
だからこれに 2kπ っていうのをつけます。 k が0だったら、まあ、ここ消えるんで2分の 3π でいいんですよ。 k が1だったら 2π 足してるんで1周足したやつなんですよ。 k が2やったらそれにまた360足してるっていう、だから何周もできても同じだよっていう一般学の表し方ね。多分自分のこのシリーズの一番最初がないから喋ったやつかな、これは。で、これを θ イコールにしたいんで3で割ります。で、割ると θ イコール3で割るから、ここ2分の π プラス3分の 2kπ で、まあ、k は整数は書いておきましょう。別に負でもね、逆回転でも OK なんで今は。で、こうなります。まだ入るよね。OK。で、じゃあこっからいくつまでいけるっていう考えるんですけど、今一般化シータはこう表せましたよね。で、こうなった時にこっからどうすかな、でもまだちょっと頑張ろうここでシータを0から 2π の範囲、ここだけで考えますって考えると k っていくつなのっていうのがなります。で、これはね、基本的に多分相当難しい問題じゃなければ、入ってる、OK。K は、まあ0から始まります。0の時が一番少ないからね。0、1、2です。今回だったら。で、どういうことかっていうと、今 z の3乗で解いてるんですよ、もともと。z の3乗解くから答えは3つあります。z の4乗だったら4つなんです。だから、0、1、2って、0からスタートして1個ずつ増やしたら3つ分なの。もしこれが4乗だったら0、1、2、3です、ほとんど。これを満たします。で、もちろんちゃんとか、まあ、後で考えるからいいんですけど、考えても、3になった時、ここ3入れよ、OK。そうすると2分の π です、2π。それが2分の 5π なので、超えるんだよね、2π。初めて。だから絶対ここで成り立ってるんですけど、まあ、こう考えると楽です。一個一個チェックしなくていいからね。で、こうなったので、まず、一個使いていくよ。k がイコール0。つまり、K0 だから、ここ0だよね。これ消えるんで、θ イコール、2分の π の時、求めたのは z なんで、結局、答えはね。z ってここです。で、r はルート2って出てます、ここに。だから、ルート2、コサイン、で、θ が2分の π だから入れます、それも。2分の π、プラス、i サイン、2分の π と。はい、なりまして、2分の π 90度です。ちょっと書かないけど、90度が上のゾーン、コサインはありません。消えます。0ね。で、サインが1です、ここが。1。ってことは、i だけ入るので、残るので、ルート2とかけると、ルート2i。これが1個目の答えになります。っていう感じで、あと1と2の時全部チェックする。で、次、k イコール1。つまり、θ イコール、k が1ここね、入れると3分の 2π。2分の π だす3分の2なんで、まあ、6か。6分の4と6分の3だから、6分の 7π の時、書くよ。r は変わりません。ルート2、コサイン6分の 7π プラス、i サイン6分の 7π と。で、6分の 7π。っていうのをまず180をかけて直すと210度になりますって考えてもいいし、もともと2分の π って90度なんですよ。90度で、3分の 2π っていうのが120度です。だから120度足すってこと。3分の 2π してるから、だから90足す120で210って考えても構わないんですけど、210度、これはやろっか。ここですね、210度。コサインがマイナス2ルート3です。マイナス2ルート3。で、サインは Y 座標なんで、マイナス2分の1ですね。マイナス2ルート3、あ、2、やばい、2、マイナス2分のルート3だ。ごめんごめん。言い間違っちゃった。だから、こっちか。待って、マイナス2分のルート3。マイナス2分の、これかけるから、ルート6、マイナス2分の1だよね。だから、マイナス2分のルート2i と。なって、これで二つ目、終了です。ラスト。k イコール2。つまり、
シータイコール、まあ、120足すって考えてもいいんですけどね、2入れると3分の4、つまり6分の8だから、6分の 11π。この時に、z イコール、ルート、r は変わりません。コサイン6分の 11π プラス i サイン6分の 11π と。右側入った、OKOK。で、6分の 11π ってのは330度です。330度。消さなきゃよかったよ。ここだね。だから、コサインが、x 座標の方、コサインが2分のルート3。サインの方は下にあるんで、マイナス2分の1です。つまり、ルートに配ると、2分のルート6、マイナス、2分のルート2i と。はい、こうなって、3つ終了となります。ね。で、これ以降考えなくていいんですかっていうふうに思うかもしれないんですけど、今120ずつ足しましたよね。90、210、330です。次120足すと450度になるんで、90度と同じ位置になります。ぐるぐる回るんでね。で、この3つでストップしていいというふうになるので、最後まとめると、以上より、z イコール3つ全部書きますよ。ルート 2i と、マイナス2分のルート6、マイナス2分のルート 2i と、これ書き間違ったら悲しすぎるよね。2分のルート6、マイナス2分のルート 2i と。はい、この3つが答えでございました。まあね、もちろんここだけ答えだったら楽なんですけどね。まあ、こんな感じで解いてみてください。で、この問題ちょっとプチ情報にはなるんですけど、どうしようかな。しまった。全部埋めてしまった。あのね、予備知識で覚えてほしいんですけど、これあるじゃないですか。で、今、K イコール0の時、90度でしたよね。で、例えば、これをね、図示しようみたいな。いや、円がひどいな。もう あるんですけど、これ、円の上に全部乗ってるんです。で、何の円かっていうと、ここの R、ルート2でしょ。半径、ルート2。ルート2両方。半径がルート2の単位円。円の単位とか円だね。原点中心の円の上で90度スタートなんで、90。で、等間隔です、全部。120度ずつずれてるから、今こことここにありましたけど、ここの、今だったら正三角形になるんですけど、この位置に全部乗ってます。この3箇所。だから図示するだけ、こっちを解かなくて図示するだけっていいって言われたら、もうこの状態で半径ルート2って分かりますよね。円書きますよね。で、スタートが90度って分かってるんで、90からあと120度ずつずらすのもここで分かるから、120足したら210度の位置。って言ってこうやってやって出しても構わない。とは思いますが、こうやって解くパターンがね、すごく多いので、ぜひこっちで覚えておいてください。では今回は高校数学の数三ドモアブルの定理丸三をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回続きやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。